こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。英語が不安な人でもアマゾン輸出ビジネスに取り組める理由。私のサポートを受ければ、英語ができなくてもアマゾン輸出に取り組むことが可能です。あなたがやることはコピペだけです。購入者や Amazon から送られてきた文章をコピペして貼り付けてください。私が翻訳して返事の文章を作成します。 あなたはその文章をコピペするだけです。以前出版した本の中で、日本のアマゾンとアメリカのアマゾンの仕組みはほとんど同じ。だから出品するのは日本のアマゾンを見ながらやれば簡単です。そのように説明しました。これはおおむねその通りです。また、顧客と英語で直接やり取りする必要はない。そのように説明しました。これは嘘ではありませんが、真実でもありません。 購入者から質問が来ることはよくあります。しかし、私の勧める Amazon 輸出は FBA を使うので、購入者には Amazon とやり取りをしてください。そのように答えることがほとんどです。それと、英語への対応は Google 翻訳とエキサイト翻訳で十分可能。そのように書きました。しかし、翻訳そのものはある程度できたとしても、ビジネス習慣と Amazon 独特の考え方に対応した返事ができない人が大部分です。例えば、悪い評価を削除する。現在はほとんどシステム任せです。しかし残念ながらシステムの出来が悪く、私たち出品者の責任でないのに悪い評価が削除できないことがあります。悪い評価は取り消してもらわないと売れなくなったり、最悪アカウントを削除されます。 どのような単語を使って削除するにすれば悪い評価を削除してもらえるのか。これはノウハウを蓄積した私でないと適切なアドバイスができません。私はマニュアルサポート、チャットサポート、個別サポート、3種類のサポートを提供しています。一番安い金額でサポートを受けられるマニュアルサポートでも英語の翻訳サポートはフルサポートで付けています。 私のサポートを受ければ、英語ができなくても Amazon 室に取り組めます。